今回は、進撃の巨人とグラブルがコラボした際に、エレンが発した言葉、に対する反応を集めてみました。チャンネル登録お願いします。それではどうぞ。エレン。壁の外には海があって、空の向こうには自由がある。すごくワクワクしてきたぜ。原作でこうならなかったの悲しいな。外の世界がファンタジー世界ならこうなってそう。進撃ワールドは残酷やからな。グラブルみたいに甘くねんだわ。イケメンやな。こんなのエレンちゃう。エレンの光の部分やろ。原作は、世界が残酷すぎて闇になりすぎただけや。しゃあない。ライナーいじめに心臓を捧げる男、ガリヤマ先生のせいでもある。誰だこいつは。エレンって、ワクワク。なんて言葉使うか？グラブル世界やと、主人公たち支えになってそうやな。壁の外に人間がいると知って俺は、がっかりした。俺が死んだ後も、あいつらの人生はずっと続く。続いてほしい。ずっと幸せに、生きていけるように。こんな楽しそうな表情してたんって、いつが最後なんやろ。志願しなく奪還作戦の前に、アルミンミカサと夢を話してた時か。まああれでみんなと飲み会してた頃か。104期の奴らに、俺はお前らに幸せになってほしい。って言った時。やった。討伐数1。かな。エレン、冒険の始まりだ、アルミン。伊佐山先生の次回作にご期待ください。コニーやサシャはめっちゃはしゃいでたな。あそこまでは面白かったんやが。壁の外に人類がいると知って、がっかりした。俺は、すべてを消し去ってしまいたかった。あたおか。ルリアなんてキャラおったっけ？グラブルのキャラやで。爽やかで草。もし本当に、壁の外がグラブルだったら、エレンはがっかりすることもなかったろうに。ライナーにベルトルトがスパイとして来てる時点で、気づくべきやったな。巨人が謎の魔法やら錬金術で駆除されて、今までの努力が何だったのか虚しくなりそう。サウナ広めそう。今週のアニメ演出しょぼすぎやろ。なんでや。回線。できたやろ。マッパはようやっとる。回線。の時は、グレンの弓矢を流した方が盛り上がった気がする。ええ。原作世界のエレンが、一番不幸なの泣ける。まさに、自由を求めて、自由に泣いたキャラや。これ、伊佐山が地元を抜け出して、憧れの東京に来たけど、がっかりした。ってことなんかな。エレンかっこ全。マチバーさん。伊佐山。これでよかったのか？そこにいるんだろ、伊佐山。周りが実写映画を見て、呆然自失とする中、ただ一人、満面の笑みで拍手する伊佐山。こいつ自分の自由意志で地ならししてる。手やたらと強調してたけど、グラブルみたいな世界なら、間違いなく地ならししてないし、泣くほど嫌な地ならしやってる時点で自由じゃないやろ。言うても周りが全員殺しに来てたら地ならししてたやろ。って思ったけどエレンのことやから、島のこと放棄して普通に冒険しそう。泣くほど嫌な地ならししないと、仲間の命が保証できないし、グラブルは知らんが壁の外で人種差別とか戦争とかなかったら、地ならししないのは普通やろ。壁外人類の恐れてた通り、ユミルの民は悪魔だったという結果になってない？悪魔だから滅ぼされろ、と調子に乗ってた壁外人類が悪い。生まれながらに自由やから。進撃世界は争いの世界やったんや。グラブルは優しい世界。終盤に行くほど戦闘シーンが減っていくの残念やわ。マレーの逆襲部隊も、これで終わり？って感じやった。エレン的には、壁外にも壁に囲まれた国がいくつもあって、敵なのが救いあるのかな。巨人以外のモンスターとかがいる世界やろ。トリコのグルメ界みたいなの。外の世界に人間がいなければよかったのに。みたいなセリフが印象的。マッチョシーみたいな強引ハッピーエンド解決方法ないんか？アニメ版の回線も良かったわ。VS 戦追も楽しみや。